横井軍平さんは、枯れた技術の水平思考っていうコントローラーがあってじゃなくて、移動を計測できるような形であったら Wii みたいなのが作れるよねとか、任天堂のスイッチみたいなの傾けたりとかっていう、そう、何か既存の技術を組み合わせることで面白いものって作れるよねっていうので、ソニーのプレイステーションの場合って、プレイステーション2、プレイステーション3とか、 CPU を速くして、グラフィックボードを良くして、で、セルっていう CPU 独自のを作ってみましたみたいな、そのもうスペックをどんどん上げていこうっていう感じなんですけど、任天堂は 3DS みたいな安いけどちょっと変わったものができるよねっていうので、ソフトウェアで面白いものを作りましょうみたいな感じの、その技術を開発するのではなく、あくまで枯れている技術を別の形にすることで面白いものを作りましょうっていうのが軍平さんの思想なんですけど、任天堂のゲームボーイで一番最後に出たゲームのパズルゲームの名前が軍平っていうパズルゲームだった気がするんですよね。で、それが確か宮本さんが、その軍平さんが亡くなった時に作ったみたいな気がします。